小牧長久手の戦いの後、家康は秀吉と結び、秀吉の補佐役となった。家康は関東の北条家とも和睦、武田織田亡き後の上信二州を分配し、両家の領土争いに決着をつけた。これを不服とした上信二州の大名真田昌幸は越後の上杉家と同盟し、家康に抵抗する構えを見せる。家康は自ら大軍を率いて正行の居城上田城に攻め寄せた。計りごとに長けた正行との対決、忍びである半蔵の真価が今問われる。主に代わり手を汚す、それが忍び。第3話、上田城の戦い。影は闇に住む。かつての武田軍に苦しめられた徳川も、今は大衆か遠征の戦況も我らの優勢。皆の者、勝利は近いぞ。城内に誘い入れたはこのためか。やむを得ぬ、前線の部隊を城下まで引かせよう。お主らの動きを全て読んでおる。この辺りで撃ってられる。進め。場所を得たわ。見事な武者ぶりよ。そなたの働き覚えておくぞ。ようやった。真田の策もここまでよ。行くぞ。信州を奪わんとする徳川の野望、上杉を止めろ。守りを固めろ。ここで果てるわ。
わけには参らぬ。あれは上杉軍、加勢に来てくれたのか。彼らの気に応え、必ず勝たねば。そなたが金を操る徳川の天下に光などあげない。主の光が曇らぬように神が手を出ます。誰ぞお助けくれ。恥ずかしい。逃げる背を見ないでください。ここで果てるわけには参らぬ。忍びごときに上杉の兵は止められぬ。いかなる兵も止めてこそ。上杉破れた。彼らは早く何はできぬ。徳川を迎え撃つ。開門。真田の策も尽きたである。全軍、上田城の天守を目指せ。進め。援軍が来るまで粘るのだ。行くぞ。最下手、行くぜ。狸狩りだ。守りを固めろ。助けない。お見事。敵なし。行くぞ。策はまだ残ってたりして。真田家最後の秘策、ここに参上。滅。忍術勝負にしとく。時が欲しい。阻むなら排除する。ご主人様のためにも変にしてほしい。今どきそういう忍者って変わらなくない侵入したか。父上を守れ。開門。守りを固めろ。ようここまで来たもんじゃ。相手になろう。ここで果てるわけには参らぬ。この巨地いかに出すか。天が来るまで粘るのだ。勝負あった。みんなようやってくれた。感謝するぞ。